どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はニューヨークのねアッパーイーストサイドの上の方にいて、今86丁目あたりにいます。本日はねこちら映るかな、トゥーリトルレッドヘンズっていうこちらねチーズケーキ屋さん、こちらもね結構有名なお店となっておりまして、今回ねこちらを、利用させていただこうと思います。それではね行ってみたいと思います。それでは店内に入ってきました。かなり、小さいですね、お店の中は。どっちかというと持ち帰りの方がいいかもしれませんね。それではいただきます。かなりでかいですね、朝飯になるぐらい。美味しいですけど、かなり甘いですね。かなり濃厚ですね。チーズケーキの層の下に、まあ、クッキーがね、入ってる感じですね。とはいえですね、このスプーンがヘヌヘヌすぎてクッキーが切れないですね。ニューヨークあるあるだと思うんですけど、今丸テーブルみたいな、ちょっとね座席が高いところに座ってるんですけども、立て付け最悪ですね。これ結構あるんですよね。スティックシュガーを挟みたくなるぐらいガタガタですね。まあ、正直余裕かなと思ってたんですけど、かなり辛いですね。美味しいんですけど、かなり甘いですね。無糖のコーヒーが欲しいですね。あ、お水でね、我慢。下のクッキー部分もサクサクで美味しいです。おすすめは、持ち帰り、そして、2人で1個ぐらいでいいかもしれないですね。食い切れないですね。でも残すのがあんま好きじゃないんで気合で食べます。お店全体もねかなり可愛い作りになっていて、女性の方は結構好みなんではないでしょうか。それではね、あと気合で食べて出たいと思います。それではねお店出ました。今回はねチーズケーキだけ注文させていただいて、6ドル、5ドル90何セントですよね、6ドルぐらいでいただくことができます。先ほども言いました通り、かなりね、大きいですので、何人かでねシェアする方が、まあ、正解なんではないのかなと思います。さらにね、お店の中かなり、狭いです。ですのでまあ、ここで食べていくよりかは、まあホテルなどでね、持って帰って、食べた方がまあ楽なんじゃないかなと思います。まあ、あの席からね店員さんの、カウンターまでかなり近いので、まあ、ちょっとねゆっくり食べれない感じがしました。ですので、まあ、ホテルなどね、そういうところで利用する方が、気兼ねなく食べれるのではないでしょうか。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。